はい、それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。ダンバルさんからいただきました。やっぱなんだかんだ言っても新しい英雄が環境を取るんだなということで、まあこれは仕方ないことかなとは思いますね。やっぱりね、逆にね、アンルシアとゾーマがもうロトとかエイトとかに比べて全然弱いみたいな、全く環境で使えへんみたいなカードだったとするじゃないですか。誰が課金すんねと、誰がそれを狙って頑張ってガシャ引くねって考えると、まあ、やっぱり誰も引かなくなるんですよね。まあ普通にビジネスとして考えると、まあやっぱり、次のカードは強い、前のカードより強いカード、さらに強いカード、さらに強いカードってやっていかないと、まあ商売にならないと思うんで、まあこれはちょっと仕方ない 仕方ないっちゃ仕方ないことかなとは思います。はい。お次のコメントがこちらです。トラストさんからいただきました。ククールやってるとスライム一括ラーミアデッキが嫌やなということで、いる？ いますか？なんかもう、アリーナといえば、もう、昨日紹介したラーミアじゃないわ。アンルシアアリーナが、まあほとんどじゃないかな。それか、まあレックスアリーナ。この2択なんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ僕このスライムアリーナっていうの当たったことないんで、まあでも、スライム一括アリーナがうざいっていうのは、重々承知なんで 確かにククールやってると絶対当たりたくない相手の一つですよね。はい。ということで、以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回は、アンルシアゼシカを使っていこうと思います。で、まあ、新しい段のゼシカって基本的に魔王で戦っていくのかなとは思ったんですけど、アンルシアアリーナがすごい強いという動画を昨日かな？昨日上げたと思うんですけど、まあゼシカでも強いんじゃないかなっていう 思うんですよね。で、前の環境ですごい強かった魔導召喚ゼシカをちょっといじくって冒険者チックにして、で、ホワイトビートもしっかり入れて、で、まあ、盤面で戦っていくっていう感じのデッキになってます。はい。まあ、クロックチャージとか、マリベルとか、まあ、どっか行っちゃったんで、まあ、魔導召喚は7ターン目に使うしかないとは思うんですけど、アンルシア意外と早く、レベルが上がってくれるんで、まあ、割かし戦いやすいんじゃないかなと思います。はい。ということで、よろしければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければ、フォローもお願いいたします。それでは、ランクマッチ、やっていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。お相手、トルネコですね。トルネコか。いや、まあ、ホワイトビート、正直。うわぁ。私のターンですね。まあでも、ゼシカはね、テンションスキルが強いんで、まあ特に気にすることなく戦っていけるとは思うんですけど、お、ベラ引いていくか。じゃあ、アンルシアから行こう。はい。アンルシア。いいね。じゃ、背景の石像がすごいじわじわ来たけど。あ、そう、余談なんですけど、2020年にカイジの新しい映画が始まるみたいで、なんか最終章かなんかで、すげえ楽しみなんだよな 実写で成功した、カイジ、プラス、僕藤原竜也結構好きなんで、すごいいい感じですよね さあ、ちょちょいと使いやすくなったやろ。ほい。次のターンはまあシーゴーレムかな。安定は。とりあえずベラは隠れれるなら隠れさしといて、で、魔導召喚引っ張ってきた時に、
まあ6コストで使えるようにはしておこうかなと思います。テンションアップ、あまり動きがないですね。まあ動きがないなら動きがないでいいんじゃないですか。はい、エンド。私のターンですね。はい、さあ4コスト。相手のトルネコ何デッキか分かんないですね。まだロトしかブンブンしてないんで。さあ王女救出を C5 レムにぶつけていく。テンションアップ、テンションスキル開けるか、開けない、開けへんねや。じゃあ覚醒の光、はい。でこれプチヒーロー44になるんで、もう普通にテンポよく出していきましょうか。あれ、はい、パンチ、エンド。さあとりあえずこれを打ちたいようなユニットを相手出してくれないと、まあ、ホワイトビート展開できないんで。おお、ヤンガスのプレミアかっけえ、すごいな、最前線に置きましたね。最前線ヤンガス、なるほど。はい、なんならもう6点ヤンガスに使ってもいいかもしれんけどね。さあ火炎草ボ、はい。あんまり相手展開してこないんだよな。王者救出、うん、はい、エンドと。あまり動けないですね。あまり動けない、普通にまあブラッドレディ、はい、でプチマージでグレーンフェイスに打って、でテンション無駄なく上げていきましょうか。はいはい、パッチ、エンツエンツ。私のターンですね。さあ、いやー早く使いたい。ここで勇者の盾とか使えたらだいぶ強いんやけどね。火炎草も効かなくなるし。どうする、お、王女の愛使っていく、はい。手札やばいぞ。でもえ、さて、とっておきのお宝もう持てませんな。ほぼ持てない、ほぼ持てへんかったぞ今。お、都合よく引いていく。音切り層2枚消えましたよね。すげえ綺麗だな。さあどうする。いやユニット全然出てこへん、相手全然、相手ユニット出てこへんからこう打てへんやん。大きなパン、3コスト、ブラッドレディ1点ダメージ、もう打っちゃっていっか、打つか。もういいや、ホワイトビート使いたいんでちょっと打ちます。はい、いけ。じゃあさあ何になる。あー、動き封じる系男子か。動き封じては強いかな。まあでも回転さす分には悪くないとは思うんやけど、まあ普通にこっちか。はい、パンチパンチ、ほい、チクチクいくぞ、チクチク。まあここで魔導召喚とか引けたらだいぶ強いですね。やっぱアンルシア強いっすわ。まあなんかゾーマがあんまり強くないんですよね、レベル3が。
まあ、だからあまり使われてないっていうのはあるとは思うんやけど、せっかく声優豪華なんやからね、もうちょい使いやすくしてもいいんじゃないかなとは思うんやけど。うおー、煉獄章ズバー燃え盛っていく。スライム呼び、まああまり使わないっすね。煉獄章ってことは魔王入ってんの魔王系入ってるってことやんな。じゃあまあとりあえず動き封じて、うん、グレンでいつでも取れるんで、とりあえずちょっとアンルシアを回転させていこうか。なんやこれ。あー、それか。どうしようかな。じゃあはい、はい、はい、さあ何引いてくる。6号は強いぞ。6号は強い。お相手するわ。ほう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 。スライム呼びまさかの2枚。まあまだリーサルはないんで、まったり行きましょうか。さあ8ターン目、魔王入ってんのか。びっくりっすね。疾風陣雷何点？ 4 点。まあ竜王とか使い勝手のいい魔王を入れてるなら、まあ竜王は取れると。あー、デスタムーはまあテンションスキル使っといてよかったっすね。はい、スタミナの種。ほう、うん、オルゴデミーラー。じゃあこれちょっと使うか。はい、使っていこう。おお、メラソーマでリーサルじゃね普通にリーサルですね。何してもリーサルでしたね。はい、アンルシア使わんでもリーサルでしたね対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。先行引いてテリーですね。テリーかー、レックスかな。ドラムゴート、レックスかな。ほい、まあこっちはアンルシアを徹底的にもうパパッと上げてもうて、ホワイトビートでまあ盾をうまく使い回せるようにしていければだいぶ戦えるんじゃないかなとは思います。はい、メンディーですね。サンディの方が強くね。はい、はい、エンド。さあメラミ、ありがたい。もうオワリクはメラミ使ってでも取りたいぞ。さあ間違いなくレックスですよね。メドーサボール、レックス。シンクロ系か、多分プチヒーローあたりだと思うんですけど。はい、さて序盤はしっかり耐えるしかない。さあ復活、序盤はしかと耐えるしかないですね。おお、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。キンキンに冷えてやがる。どうしようかな。まあエンドか。さあ武器持ってないことを祈ろう。さすがに持ってるか。相手の名前がコムギンナン。コムギってあれですね、ハンターハンターのあれですねそれをモチーフにつけてないとは思うけど、コムギいるか。あのシーンは感動もんすよ。うん、攻撃、攻撃、テンションアップ、テンションスキルで抜いていく。結構しんどそうかなこれ。結構しんどい、どうかな。行くぞ。
アイサいますとも。さあエンドと。オッケーオッケー。ブラレ、まあ取りたいですね。まあこれはメラミ使って取ろう。はい、ツボで、これ悩むな。覚醒の光使ってから処理する？そっちの方が盤面残るから強いかな。まあそうするか、考えても分かんないんで。はい、なんでヘルスだけ上がんねやろ最初。グーンパンチエンド。さあまあこれでアンルシアから6点出るんで、あらかたユニットは取れるはず。さあオルゴデミーラー、デミさんか、デミさんか、どうしようかな。はい、うん、使おう、使います。いや、ドーン。第2形態はもう取れるんでね、メラゾーンまで。で、ないし、ホワイトビートで動き封じるやつ引いてきたら OK なんで。トゲ棒、パンチ、エンド。やってやるぜ。さあ。まあ、5ターン目にしてはあまり火ダメはないという感じでしょうかね。はい。わりかし抑えられてる方じゃないかなと思います。速攻はない、ありがたい。はい、メラゾーマ、まず使っていくか。はい、お、魔導召喚でしょう、さすがに。まあ三丁でもよかったけど。おお、来た、動き封じるやつ、封じる系男子。ほい、テンションアップ、テンションスキルで、トゲ坊主で、こっちで処理で、相手フェイス動き封じて、でベラ棒でいきます。エンド。さあこれでも食らいなさい。 OK、 これレックス自身が動き封じられちゃうと結構厳しいんじゃないですか。で、多分普通のレックステリーだと思うんですよ。なんかちょろっと魔王入ってたりとかしないと思うんで、多分ね。多分。だから、煉獄町で魔導召喚が焼かれることは多分ないんじゃないかなっていう気がするっちゃするんですけど、どうでしょうかね。言霊使い。どう思いでしょうかね。おかえり。ヘイ。ホワイトビート、魔導召喚使う、怖え怖え、すげえ怖え。まずこれちょっと使おう。さあテンションマックス。あーこれか、それなっちゃうか。グレン、ちょっと取ろうか、取ろうか。はい、で魔導召喚つこてからパンチ。はい、え、いやまあ処理が安定か。うん、次のターン多分第3形態来るんで、第3形態でここ抜かれて、でテンションスキルでここ抜かれて、で第3みたいなやられちゃうと、もうほぼ崩壊しちゃうんで。そうですね、うん、ちょっとでも残していこう。ドン。さあホワイトビートが死んでいくが、もう1枚ある。さあ火ダメが結構なことになるぞ、5点ダメージ。さあテンションアップ、なんなら仁王立ちなければメラゾーンまでリリーサルですね。やっぱアンルシアのランダムヒーロースキルが強すぎる、マジで強い。リーサルですね。
はい。パンチ。パンチ。はい、オッケー。ドーン。対戦、ありがとうございました。いや、強えわ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はアンルシアゼシカ使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、すごい安定してて、やっぱりアンルシアのランダムスキルが強いですね。この辺。覇者の秘技ね。はい。この辺がもうどれも強いんで、ホワイトビートで使い回すことができれば、まあ、ほぼ勝ちは決まったもんじゃないかなっていう感じはしますね。うん。で、魔導召喚もやっぱり、未だ強いと、いうことで、まあ、このデッキ割と今の環境をやれるんじゃないかなと個人的には思います。はい。まあ、ピサロみたいなちょっと遅いタイプのデッキでも、まあ、火力で押し切ったり、まあ、盤面で押し切ったりできると思うんで、まあ、戦い方によっちゃいけるんじゃないですかね。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるので、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。